のひとときご一緒しませんか。さあ時刻は4時39分を回っています。ここからはゲストの登場です。静岡愉快な仲間たちマジシャン大地くんとキッサーくん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそして今日もゲストを、はいはい、連れてきてくださっていますけれども、ご紹介お願いします。はい、いつも僕らと一緒に月一のマジックライブに出てくださっています、はい、マジシャンの山さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山です。よろしくお願いします、はい、お願いしますいやいや、あのお名前は山さんっていう名前はね、よく企画何してんの、すいません椅子が高かったんでね椅子が高かったんで、あ、胴が長いんじゃないんだ。違いますよ足長いですよもう、はい、すごい。あ、そうですか。あの続けてすいませんはい、ということでね、まあ、のお名前は伺っていたんですけれども、まあ、初めて、ね、お越しいただいて、いやいやありがとうございます。ということで今日はじゃあマジシャン3人で3人でお届けしたいと思いますけれども、はい、よろしくお願いします。やっぱりマジシャンは黒いんだなって感じですね。そうですね顔もだいぶ黒いです、ね、確かにそうですね俺だけ白いね。白いね本当にね。ホワイト今日は黒じゃないしね服もね、うん、そうなんですよ。で、山さんは横浜から今日そうです来てくださって。そうなんですか。はい、今日ありますって言ったら、はい、行きますって言ってくださって。あ、そうですかちょうどいいタイミングだったっす。はいはい、はい、絶妙の絶妙のすいません、ちょっと横浜には聞こえないものでね申し訳ないですけれどももうないです。いやー、うん、矢内さん何かありましたか最近は。おっとそんな感じじゃないですか。せないってことどういうことなんかいろいろ別に僕はありましたけども、それを話してて話す時間がなくても、それはまた別の機会ありますもんね。そうですよね、矢内さんは、うん、いつも言ってるしって、はい、先日ですね、はい、キッサー君と僕の中学からの友達と4人で、はい、あのうん、ダイアログインザダークというイベントに行ってきまして、うん、渋谷なんですけど、はい、前々から噂聞いてて行きたいなと思ってて、暗闇の中を1時間以上こうさまようんですよ。はい、はい、あの扉を入ったらもう真っ暗なんですよ。もう2センチ先の自分の手が見えないぐらい真っ暗で、はい、でその中でこう知らない人とかと一緒にこう食べたり飲んだり公園に行ったりするんですよ、うん、アトラクションがね、アトラクションがあるんです。え、その中にあるの何かが。そうなんです、もうビルの中に、はい、真っ暗の中に、はい、はい、公園が公園すっごいマイクから離れて山さん喋らなくてめっちゃ遠ざかる、うん、でも公園っていわゆる僕たちが想像する公園があるんですか。そうなんですよ。でも見えないじゃないですか、ま、でもそうなんです。それでまず入るとこうちょっとちっちゃいフロアがあって、そこであの本当に目の見えない方と目の見える方がナビゲーションしてくれて、で目の見える方も見えない方もまあ入っちゃえば一緒なんですよね。目の見えない方にとってはいつも通りっていうことで、視覚障害者の方のこう働き口にもなってるっていう。なるほど、すごい、もう本当に面白くて、まずその入ったルームで最初の個室みたいなとこで、このあの白杖あるじゃないですか、白い杖、あれを渡されて、でもう早速キッサー君はどっちが上ですか、うわーとか言ったらそれはいいじゃん、そういうのはいいわと思って本当に、うん、あ、キッサー君のまた気持ち悪い声だけが聞こえてきて、ま、そうなんですよ変な、なるほどね、もう暗闇だからよりなんかこうちょっと鋭敏に伝わるわけです、そういうのが、うん、普通あの声を聞くとねちょっと欲目に聞こえたりとかするね、想像するんですけどね、逆なんですよね、リアルにね、なんかもううわーみたいなのが出てくるね。そうなんですよで、なんか僕らは4人で行って、残り2人は女の子2人と、うんうん、カップルが1組の8人で、はい、まあ必ず8人1組で動くんですよ、うん、でじゃあこれから本当の闇の世界ですって言って入るともう全く見えなくて、うん、もう声を掛け合って転校しながらこう行くんですけど、もう不安で不安で真っ暗なんで、はいはい、もうずっと横山さんですかって言いながらこう前の人触るんですよ、うん、でこう進んでいくんですけども、丸太とか川を渡ったりするんですよね、真っ暗の中で、うん、でも声掛け合わないといけないんで、でも丸太渡るって落ちたりとかすることもあるんですか。いや絶対まず落ちることはないんですよ、うん、で落ちることはなくて、でも念のためあの前の人がここが丸太の右端ですって、あのその次の人の手を取って、暗闇の中で、うん、これが左端でこれが右端で、はい、このぐらいの厚さで1メーター半ぐらいの丸太みたいな、うんうん、全部教えてくれるんで、まあ、次の人もこう想像しながらこう行くんですよね、はいはい、でそれで僕の後がこうカップルの男の人で西村さんっていう、はい、まあ、若い素敵な男性で、うん、西村さんここですここです、まあ、西村さん無事に渡れたんですよ、うんうん、じゃあ行きましょうかって言ったら、その人が、あ、大地さんちょっと待ってくださいって言って、うん、あの横山さんが落ちましたって言ったんですよ。何で落ちてんだよ。めっちゃ丁寧に説明したんです。丸
丸太の太さとか厚みとか、はいはい、でしかも正直そんなないんですよ、まあ、危険性とか安全性とか考えて、うんうんうん、もう絶対落ちることはないだろうって、うん、もう丸太も正直なんかもう僕らの体よりでかいですよ、もう、うん、そんな落ちないだろうって言うと、うん、あーって声が聞こえてきて、うん、誰の声だろうと思ったらなんか横山さんが落ちましたっつって、なんかそれを横山さんちょっとおかしいね、おかしいですよね、いやでも本当に横もなんかこう、うん、なんていうんですかね、こう壁とかなくて本当に落ちますよ普通に。へー、落ちるところなんですよ。だからみんな無事になんか落ちたの誰、他に誰かいましたっけ。いや僕だけですけど。いやでもあの、あ、ごめんね、それって食べるとことかないんですか。あるんですよ、あ、ね、暗い中ノックして、うん、じゃあこちら店でーすカランカランって入ると、うん、いらっしゃいませって声がしてバーがあるんですよ。へー、そうです、なるほど。チョコレートだったね今回はね、チョコレートとあとお酒も飲めて、ああそう、僕らはウイスキー飲んで、でも分からないからもう手探りでこうやって、うん、あ、ウイスキーの強い香りがって言って、バーも座ることも難しいんですよ、はい、もう椅子も机も見えないんでこう手触りでこうやって触って、もうすごい楽しかったです。でも本当にもう出会ったばかりの8人組じゃないですか。でもあの横山さんとかは例えば女の子が飲んだそのグラスとかを交換してパッと飲んでたりとかする可能性とかもあるじゃないですか。そうです、全然そういうイチャイチャもできるんですけど、うん、残念ながらの彼の前後はそういう配置にされたのか分かんないですけど、うん、はい、男横山男だったんです。そうそう、よかった、横山さんはそうじゃないとダメだね。そうです、トラブル変なことになるからね。大地くんもいましたしね。もう暗闇、たまに俺ぐらいだった。暗闇だと意外と、うん、あの男の人とこう手つないでも平気なんですよ。はあはあ、俺言ったけど全然言ってる意味が分からない。別にそれが平気とか平気じゃないとかっていう話になってたの今。いやですよね。なんかこうちょっとこう男性がめっちゃ近くにいると不快感あるじゃないですか、もう本当に10センチとか、まあ、向こうはその4倍以上持ってるぐらい、うん、で多分女の子も大体横山さんのところに来たら不快感は持ってる。横山さんだみたいな。暗闇だと全然もう逆にひどいよね、もう横山さんの集中攻撃でしょ。これを聞いてくださってる横山さんごめんなさい。あなたたちは悪くない。横山イコール喫茶ですからね、うん、このあえダメ。一応喫茶って言ってあるから、うん、そうですね、言わないと、言ってあるから言わないとね。ひどいな。本当に、うん、でも仲良くなれますよね8人の、うん、8人に本当にも肩書きとか年齢も気にせずにこう喋、うん、れて、うん、で明るい部屋に出た瞬間みんなよそよそしくなるし、あ、お疲れ様ですみたいな。途中まではなんか 何好きなのみたいな、もう何ならタメ口ぐらいの感じでね、うん、言ってるのに手もつないで、そうそう、暗闇の中っていうのはやっぱりこう新しかったですね、うん、本当に面白かったです。ぜひ皆さんも行ってみてください、ダイアログインザダークですね、うん、はいはい、で、うん、今回は次10日、3月の10日、もうしあさってぐらいですよね、うん、にこの3人でまた月1のマジックライブをやらせていただくんですけれども、はいはい、その中でダイアログインザダークを絡めてこう、うん、全く見えない状態でカードを当てるっていうマジックをちょっとご覧いただきたいなと、うん、全く見えない中で、そうなんです、うん、暗闇の中でカードを選んでもらって、うん、もう全く見えない、もうマジシャンは一切触らない状態で1枚選んでもらってそれを当てるっていうマジックを、その人も見えなかったら分かんないよね、もうなのでどうなるかちょっと楽しみにしていただいて、それを山さんがやってくれます。なるほど、山さんがお前じゃないかいっていう、はい、山さんはそこに行ってないのに山さんがやるんだね。山さんじゃなくて一番なんか不思議に見えるのはやっぱ山さんだろうということで、いやいやいや、そうなんです。まあ、大地くん、キッサーくんの出会いは、うん、まあ、聞いたんですけど、山さんとの出会いってどういうところだったんですか、はい、いやなんかキッサーくんがなんかすごいニヤニヤしながら、うん、いい男がいる。もともとあのミクシー、また手繋いじゃった。明るいところで知り合いの知り合いみたいな、もともと感じでして、うん、それであのミクシーで繋がることができて、うん、でそこからちょっと一回話してみませんかっていう。その時は山さんがマジシャンだっていうことは知ってた。あ、知ってました、うん、あ、知らなかったらちょっと危ない、うん、男同士は一度会いませんか、会いませんか。なかなかそうですね、静岡でこうマジシャンに会う機会もないので、うん、あ、山さんって方がいるんだっていうことでちょっと一度お会いして、うん、はい、で大地くんと二人で山さんのショーにもこう見に行かせていただいて、うん、はいはい、そうですね、来てくれましたね、うん、普通の方と変わったことをしていてすごい面白いなと思って、はい、普通の方っていうのは普通のマジシャンと違う、他のマジシャンと違って、やっぱりなんかもう
なんか一歩上を行く何かをしてくれるんですよ。あ、はい、うん、なんかつまんないカツラ取ってハゲだみたいなことを言ってるわけじゃなくて。あ、ないですね、絶対ないですね、うん、誰のこと言ってる。ましてやもう何百人に向けてドリームプラザみたいな、そう大きい会場でそんなこうずら取ってこう、うわーみたいなことしないです。有名な方がいるのに ね、 ねそんなことしちゃったっすか。某有名なあの広坂井さんというマジシャンの相手に相手にね、そういえば会った時はすごく髪の毛があれですよね。そうなんですよね、もっさもっさしてましたよね。もっさもっさ、あ確かにね、顎より長かったもんね。顎より長かったね、ひげ、うん、もなかったですし、ところがところがいやまあいいじゃないですか。不思議なことが起こったんで不思議なことがバニッシュしました。頭髪にね、頭髪にやっぱり不思議なことがちょっとなんかこう、うん、まだ年齢的には早かったんだけどね、はい、そうですね、まあ、前の方からちょっとこう徐々にこう来てたんですよ、うん、もういいよその話。切なくなるから、うん。はい、そうなんですなるほどね。そこで知り合って、まあ、今こう3人でこう活動されることもあるということで。そうですね、うん、本当にはい、こう3人面白いように違うので、うん、味があっていいですね、うん、はい、はいはい、面白いですね、うん、僕がちょっとこう淡々とこう静かに不思議を見せていく感じで、うんうん、で山さんがこう、うん、面白いこうトークを交えながらこう、うん、なんていうんですか、軽妙にというかこう、うん、もう面白く不思議で、うん、もういいバランスで取れてて、うん、はい、でキッサー君はなんかうわーってなんかちょっとそのままどっか飛び出していきそうな感じ、うん、なるほどね、パニックになってね。そうですね。でなるほど、こう3人違うバラバラのもの見れるんですよ、面白いですね、うん、はい、まあ、確かに子供とかなんかある意味こうキッサー君人気ありそうやね、そういう意味では。そうですね、うん、いやでもキッサー君のこの間のね、あれは目隠しプレイってやったんですけど、それは素晴らしくて、はい、もう感動して見てたんですけど、ね、はい、本当ですか、はい、本当です、本当です。ガムテープをこうガムテープとさ、サランラップじゃなくてなんだっけ、んガムテープとアルミホイルともぐるぐる巻きにした状態で、うん、あのカードを、うん、1から13まで全部こう探してくって混ざった状態からね。それは何、ガムテープとサランラップで 巻かれているキッサー君が面白かったんじゃなくて、まあ、それ8-2でサランラップが勝ってますね、うん、サランラップ見えるしね、目隠しになってるし、その、はい、ビジュアルも楽しんでいただいて、うん、なるほどね、はい、うん、やっぱそういうこすい作戦が多いよね。結局はなんかちょっと挟まないと、そうですね、そうですね、まあでもそういう意味で3人で行動するとやっぱりバラエティ豊かになって面白いのかもしれないですね、うん、そうですね、なかなか1時間で3人のマジシャンを見えるっていうイベントは少なくとも静岡でもないんじゃないですかね、うん、本当に、まあ、確かに皆さんね、まあ、キッサー君も山さんもやっぱ単体でやっても面白いけれどもね、いや本当に今大地君も岸田君も山さんもそうですけどはい、はい、うん、そうかな、うん、はい、でもやっぱその3人集まるといろんな意味でまたやりながらアイデアが浮かんできたりとかっていうのもあるじゃないですか。そうですね、うん、うわーあれいいなとかちょっとこういい意味で嫉妬じゃないですけど、うん、なんかちょっと羨ましく思えたりとか、うん、あれはちょっと自分に合わないけどやりたいなとか考えさせられる、うん、考えさせられることもありますね。あと、うん、2人のコンビネーションのプレー、コンビネーションプレーがあるんですよ、はい、それは本当に参っちゃいますね。もう僕はずっと単独でやってたんで、はい、で、まあ、マジシャンのいないところいないところ行ってたんですよね、はいはい、いないホテルとかいないところって行ったんですけど、うん、まあ、岸田君通じて大地君と知り合って、うん、3人でやってこれ面白いなってことで、なるほど、まあ、自分が今ちょっと楽しんじゃってる状態でお客さんに申し訳ないんですけど、はい、うん、でもまあこれからもっと良くなるかなと思ってます、はい、それはやっぱり岸田君次第ってことだよね、うん、え違うの、岸田君がもっとあ、そうですね、うん、僕も頑張って、うん、行こうかなと思いますけどもあれちょっとなんかちょっと大地君パス何の話題もないけどね、岸さん君がどうかっていうのしか言われてないけど、はい、うん、やっぱそうですね、最近本当にマジシャンとこうやって話す機会が増えて、うん、セッションの回数が増えたんですよ、マジシャン同士で、うん、やっぱそうするとめっちゃ睨んでるじゃん矢内さんのこと真剣に、うん、そうコンビネーションプレーというか、うん、そういうのも生まれてきたりして本当に、うん、だいたいさっきそれ似たような話はもう聞いたよね山さんが言ったよね、そのマジシャンが集まるとこうコンビネーションでっていう、また新たなものがっていうのはちょっとここでちょっと、うん、これなんか別にそれが新しくなったわけでもなく同じことを繰り返してるからねそれは別に大丈夫大丈夫分かってるからやっぱダメだしかももうこの動画で見ないと分からない、うん、キッサーの落ち着きのなさですよ。さっきからずっとなんか鍵盤みたいなの弾いてるんですよ。手がもうね、上原鼻すすったりね、もうね。鼻すすって本当に。花粉症なんですか？
いや、すみません。あ、大丈夫ですよ。いや、今これ、はい、ラジオ聞いてる人は、キサ君のなんか評価めっちゃ下がってるんですよね、これね。いや、まあ、だけど、実際は、すごい素晴らしい、マイさんです、本当に。キサ君、山さん、今まで何回もこれ出させてもらってきて、うん、今更なんですよ、そうですよ。そんな感じですか。じゃあやめますよ、本当に。本当に優しいんですよ。あげたことはないので、あ、ないですか、うん、反対にもう低いところから来てるので、みんな多分、ああ、こんなにうまかったんだ、みたいな感じだと思います。だって本物を見た時に感動できるはずなんですよ、なるほど。そうだ、きっとすごいですよ、うん、もうグラフでいくともう本当は数学で習った限りなくゼロに近いなんちゃらだったじゃないですか、うん、グラフでいうとあれですね。なんでも本物見た時にどれだけ上げられるかをちょっと彼の腕次第で、なるほど、ぜひ、うん、なんで今山さんがちょっと間違ってフォローしてしまうと逆に痛々しい感じがちょっとするので、ね、はい、結構高いところにみんな目線が上がってくるので、それはちょっと、ねうん、僕たちもわざとこう優しさですね、本当に本当に本当はかわいそうだなと思うんですけど、いや、まあ、でも僕あの今の山さんのフォローでちょっとあの涙出そうになりましたよ、嬉しくて。え、ダメですか、嬉しいですよ。え、これもスルーパスです。山内さん厳しい。拾ってくれてるんじゃないですか。ああ、スルーパスね。山内さんと何かあったんですか。な、いや、いつも でもそうなんですよね、この番組以外ではあの優しいんですよ。誕生日の時も僕がもう一番最初にあの Facebook 通じてメールいただいて、はあ、やっぱ矢内さんっていうそういうなんかツンデレなところが僕はもう好きですけども、なんせっかくもうゲイトークの気持ち悪い気持ち悪い。山さんとミクシー通じて一度話してみませんか。矢内さんとマースケジュアルメールくれて嬉しかったです。気持ち悪いところが好きです。もうすごいわ、もう二度と来るなって本当に、うん、ダイアログインザダークでもその西村さんってちょっともうまあ背も高くてこうちょっともういい感じの青年ともその方の後ろを狙ってましたからね。なるほど、西村さんここですかふふみたいな。ちょっと本当に気づいたらいるんだもん、だって西村さん君がいるんやろ、気づいたら。気づいたら手握ってたやろ。いや、でも手は握りましたよ。しかもあのこうなんていうんですか、あの初々しい握り方じゃなくて、あのカップルで言ったらこう指一本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 の、うん、なるほどね。それ大地くんでしょ。俺はあの丸太をこうその引っ張ってあげる時のやむを得ずじゃん。自分なんかもうとりあえず西村さんだったじゃん。西村さん僕横山です、西村さん僕横山ですみたいな。で西村さんちょっとイラッとしたから丸太から落としたんでしょ。火曜サスペンス、そうそう、突き落としたんで、じゃあアーサーとか言ってたで、あー言っちゃったからもう声がバレてるから落ちましたっつって俺にちょっと知らせてくれて、うん、本当に暗闇の中でもやっぱりキサーでした ね。そうだね、はい、うん、みんな気づかずに7人で出てくればよかった。1人減ってる。それ面白いですね。なるほど。いや、うん、本当にでも3人ともなると本当いろいろバラバラな活動をしていて、うん、それぞれ各地でこう、え、キサどうしたの、うん、瞬きだけど。絶対瞬きだけど、すごい今もう目つぶってたし、うん、じゃあのいろんなところで活動していて、うん、ちょっといいですか、宣伝させていただいて、はい、お願いします。じゃあまずキサ君からお願いします、どうぞ。あ、10日は後で言いますか。まずじゃあ10日で、うん、この3人が見れるほぼ唯一のイベントじゃないですかね、うん、はい、3月10日に、静岡市葵区七軒町 2-6-10、デザインオフィス創造社さんにて、はい、月1ライブをやっております。3人のマジックが生で見れる機会ですので、うん、ぜひお越しください。1500円で、3人まとめて見られます。時間は17時からです、はい、はい、10日日曜日、10日日曜日です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、で、いいですか。で次のは僕単体なんですけども、キッサーのディナーショーを開催することになりました。3月31日の、なんでみんな笑ってるんですか。3月31日、19時から、まあ、21時までなんですけど、まあ、内容は飲み放題で食べ放題、あ、食べ放題は嘘です、ごめんなさい。そこ嘘つくとこじゃないよね。食べ物の6品と、あとマジックショーです。で、料金は1400、あ、ごめんなさい、これも。何回ごめんなさい。ちゃんと言わないとこれ分からないよ。食べ放題ではなくて、うん、食べ放題ではなくて、時間はそんなに気にしなくていいから、ちょっとぐらいででもいいから、はい、ごめんなさい。ゆっくりはっきりと言いましょう。3月31日の19時から21時まで。で、内容は、飲み放題と、食べ物の6品、あとマジックショーです。で料金が4000円です。で場所なんですけど、はい、焼きとんハムという場所で、うん、はい、最近できたお店なんですけど、はい、本当にソファー、全テーブルソファーですごいゆったりできて、あのすごい居心地がいいです。
全テーブルソファーソファーです。テーブルソファー全テーブルソファー席というか椅子がソファーです。はい、で場所は、はい、人江戸町の 2-5-26 です。はい、ちょうど10日と近い位置なので、うん、はい、ぜひ確認ぜひよろしかったら、はい、よろしくお願いします。そして山さん、はい、告知何か、告知、自分はあの、パーティーとか、宴会に呼んでいただくことが多いんで、はい、ちょっとオープンなところが今のところちょっとないんですが、セレブリティなところでしたりとか、うん、はい、はい、自分の師匠のですね、沢博先生の沢博のキーという本が、はい、発売されまして、マリックさんの師匠でございます。マリックさんの師匠、そうです、すごい本で、うん、実はあまり読んでほしくないという本です。なんですが、ものすごいレベルが高く、高いものをこう、はい、噛み砕いてこう分かりやすく説明しているので、うん、ぜひお求めください。書店の方で、そうですね、沢博士の記述です。はいはい、素晴らしいと思います。はい、さあそして大地くん。はい、僕はですね、ちょっと4月にイベントがたくさん入ってまして、岩田で僕もちょっとディナーショー的なのがありまして、はい、フレンチレストランでこうコースを食べながら最後に僕のショーが待ってるというやつなんですけども、うん、詳しく決まったらまたご連絡します。僕はいつも通り、はい、藤枝の方でやってますんで、ぜひ遊びに来てください。藤枝の方も言っちゃえば、藤枝駅前の、ヨタヤというお店で、はい、まず、第3金曜日ですね、はい、7時8時から11時までやっております、夜の。そして、第2水曜日で藤枝のベジタベルバー金次郎で8時から11時やっております。ぜひ遊びに来てください。はい、はい、ということでね、まあ、なんか結構あっという間でしたけれどもね、やっぱりこう、はい、キッサー君来るとこういい感じで散らかしてくれながらそうですね、うん、結局自分でも立ち直らずにこのもらった時間を潰してしまうみたいなところが相変わらずなんですけども、もう帰り道にいつも、うん、俺ダメだったかなって辛いですそうだね、うん、俺はダメだったかなっていうか、まあとりあえず僕はダメだっただろうなと思いながら見てるけど、でもそれが味としてね、最近はね、うん、出てるので、やっぱ他の人たちがそれに、うん、あ、やばいなと思ってしっかりと答えてくれてるから、はい、ありがとうございます。しかも何気にもうこの動画もちゃんと見てくださってる方もいらっしゃるようで、コメントもちょくちょくいただきますんで本当頑張っていかなきゃなって思いますね。はい、はい、ありがとうございます。ということでね、まあ、今回はマジシャン3人来ていただきまして、本当に山さんありがとうございました。 ありがとうございました。またお時間ありましたらいつでも遊びに来ていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、さあそして大地くんも本当にありがとうございました。ありがとうございます。またキスター君も、はい、機会があれば来ていただいていいので。行きたいです行きたいです。行きたいです。行きたいです。行きます。はい、ありがとうございました。もう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。テレシズ。イタリアンレストランを